皆さんこんにちは、本のすすめ横松新平です。今日おすすめするのはフレドリック・ブラウン、真っ白な嘘、越前俊也役、草原推理文庫です。これはとにかく面白い奇想天外な話が読みたいあなたのための本です。名作ミステリー新訳プロジェクトの中で、次々とかつての名作が新しく訳されていますが、そのうちの一つです。これとっても有名な本なんですが、私は読んだことはありませんでした。友人の、書店員の大変な読者家の方がおりまして、お互い良かった本を勧め合う仲なんですが、その方が私より大変、読書歴も、豊富な方なんですが、これをもし読んでいなかったら必ず読むようにと、そこまでね押されることはめったにないんですが、おすすめされまして、このサイトは本を勧めるサイトなんですが、勧められることもありまして、そして、読みました。確かにこれね、もう読んでない人いたらまずとにかく読んでください。宝物のような本です。フレドリック・ブラウンはSF でもミステリーでも名を成した、素晴らしい作家ですが、そのミステリーの短編集の中でも最高峰とされている真っ白な嘘です。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18 編も収められて、まあ贅沢というか名作揃いです。そしてこれ気になりますよね。このどの短編から読まれても結構です。しかし後ろを見るのはぜひ最後にお読みください。で、まあ一番最後に後ろを見るのが出てきて、その順番通り後ろを見るのは最後に読んだんですが、確かに最後に読んだ方がいいです。だけど私がこうイメージしていたのとは全然違う理由で最後に読んだ方がいいということが分かりまして、びっくりしました。本当に、雪の上の足跡をめぐる謎を描いた笑う肉屋、もうこの題名から来て気になりますよね。緊迫感あふれる叫べ沈黙よ、この叫べ沈黙よもね、まあ最後の本当にゾッとしますね。夫婦間の秘密を描いた真っ白な嘘、そして最後の後ろを見るな、まあ一人の人がねこれだけ素晴らしい短編を書いたということは実に驚くべきことであり、1953年の短編集ですが、これを今新訳で読めることの喜びもまたひとしおです。これ短編ミステリーの200年今まで紹介してきましたが、その小森治さんが解説を書いてます。小森さんはこの中でも後ろを見るな、そして、叫べ沈黙よ、この2つを押しておりますが、まあそれは妥当かなと思いながら、メリーゴーランドっていうすごくいい終わり方をするほのぼのとした作品も私は好きですけども、この嫌な終わり方をするやつと嬉しい終わり方をするやつと、それがね両方入ってるっていうのも
また魅力的ですね。いい終わり方をするのはとか言わない方がいいですね。とにかく、先が読めない展開、大変楽しめます。今日ご紹介したフレドリック・ブラウン著、越前俊也役、真っ白な嘘、草原推理文庫は、とにかく面白い本を読みたいあなたのための本です。それでは皆さん、ごきげんよう。本のすすめ、横松慎平でした。